はい、関東バスさんの丸山営業所ですかね。大型のバスを見ますとね、この普通のバスが小さく見えてしまいますね。大きいものを見ると小さく見えてしまいます。ちょっと見にくいですか。これだと分かりやすいですね。大きいものを見ると小さく見えてしまいますね。いや、両方とも大きいんですよ。カンニャンついてますね。お疲れ様でした。以下の実験ですね。外側の方が流れが速いんでしたっけ。で、内側の方が流れが遅いから土砂が堆積してしまうんですよね。そうですね、そうみたいですよ。理科は正しいことを教えているようです。はい、関東バスさんの丸山営業所の前でした。お疲れ様でした。雨が降ってきましたね。